まずい。腰が痛い。今日は町に行かねえで休んでな。行かないよ。行ったって売るものもないけど帰るものもない。あんたが何にも取ってこないから。釣りもしないでどっかほつき歩いてるんでねえのか。どうせ遊んどるなら嫁の一人でも見つけてくりゃいいのに。行ってくるな。気ぃつけて。ほら、お前たち、生き物をいじめるのはやめろ。あ、太郎だ。今日も釣れなかったのか。お前たちには関係ない。海の神様が怒るぞ。なんだそりゃ、そんなのいないや。太郎は海にしか友達がいないんだ。そんなだから女もできない。うるさい。もう帰るんだ。ほら。もう捕まるんじゃないぞ。お助けいただきありがとうございます。ん？なんだ。あなた様にお礼がしとうございます。お礼って。これを助けてくださったお礼です。一緒に来てはいただけませんか。一緒に。どこへ。あなたの望むものがすべてある場所です。いや、俺は帰らないと。母が。それは残念なことです。魚をいただけるなら少しついていってもいいが。ではお連れいたします。
あなた方は海の神様ですか？そのような言葉で表していただいても構いません。ここは一体何なのです？なぜこんな亀を一匹助けたくらいで。わからないことがたくさんあるのですね。ここはあなたをおもてなしするための場所です。あなたの喜びを知ることが私どもの喜びなのです。はあ、私どもは喜びや望みというものをとうの昔に忘れてしまいました。あなたにそれを思い出させていただきたいのです。あまり長居すると母が心配する。母上でございますか？母は俺がいないとすぐ寂しがるんです。年寄りで口を開けば文句ばっかりで、体は弱ってるのに世話焼きで心配性で、俺が魚を取って帰らないと商いもできないし。あ、よかったら少し魚を持って帰っても構いませんかな？あなたが帰ろうと帰らなかろうと母上は死にます。え？帰る必要などないのではありませんか？いや、そんな。この世はあなたが思っているよりずっと大きく、あなたはとても小さい。あなたがちっぽけな暮らしに縛られるわけなど一つもないのです。それでも帰ることを望むというのですか？ここで満たされた時を過ごし続けることこそがあなたの真のお望みのはず。は？あなたがあのみすぼらしい暮らしに戻るわけがあるというのなら、どうぞこの私めにその訳をお教えください。
あなたはそのために選ばれ、ここに呼ばれたのです。わけと言われても、私の暮らしは私の暮らしだ。よくしてもらったことは礼に尽くせません。でも私はこのような神様のようには生きられない。わかりました。これを私と思ってお持ちください。ただし、あなたが帰った先の世で生きることを望むなら、決して開けてはなりません。この世の流れは川と同じ。しがみつく岸がなければ、あなたの心は流されてしまいます。そうなってしまえば、あなたはもうあなたではなくなってしまいます。しがみついてください。あなたに生きるわけがあることを。私も望みます。私は太郎だ。バカ、あれはおとぎ話だ。この人はただ溺れただけだ。浦島太郎、ここいらの有名な言い伝えだよ。釣りに出た時に帰ってこなくなった太郎って男、亀と一緒に海に潜ったって話だけど、そんなやつとっくに死んでんだろ。海にしか友達がいなかったんだって。それはいつの話だ。うちのおばあちゃんが子供の頃にひいじいちゃんから聞いたとか言ってたから、
どうして。どうかしたのか。あれはいつからあんな遠くに。あ、あの岩か。ずっと昔からだ。大昔にはもっと海が遠くてよ、この辺りの下にも浜があって村があったって話だよ。今じゃ魚の住処だけどな。あんたも魚取りに来たのか。道に迷ったなら少し待ってくれたら町まで連れてってやろうか。いや、うちはもうない。え、どうして。わけなどないのか。
Oh.